さん、こんにちは、はーちゃんです。今回はアインズ&トルベとアットコスメストアに行ってきたので購入品を紹介していきたいと思います。最近結構買い物を我慢してたんですけど、久しぶりにちょっと必要になったものとか欲しいなって思ったものを買ってきたので、今回全部一気に紹介していきます。よかったらぜひ最後までご視聴ください。はい、ではまずアインズ&トルベで買ったものから紹介していきます。アインズ&トルベって薬局ではあるんですけど、すごい品揃えも豊富で、コスメの量とか、あと一個一個のこう例えばシャンプーとかパックとかいろんなコーナーがあって、すごいたくさんの商品が置いてあるお店なので、結構薬局の中でも楽しいんですけど、あまり時間がなかったんですけど、ちょっと欲しいなと思ったものを買ってきました。まずはこちらになります。ビフェスタのクレンジングローション、ブライトアップのクレンジングの詰め替え用になります。で、私これを持ってるんですけど、もう残りがあんまりないので、まあ、ケースので買ってもいいんですけど、こっちの方が安いのでこの詰め替え用のを買ってきました。ちょっとでもね、節約できたらいいかなと思って。こちらのクレンジングはウォータークレンジングで、いつも目とリップだけは部分用のメイク落としで落としてるんですけど、それ以外はこれで簡単に落ちるので最近はこれを使ってます。何がいいかなってあまりよく分かんなくって、とりあえずこちらをねまたリピ買いしました。あんまり肌に負担をかけないのはお風呂で落とすようなミルククレンジングとかみたいなんですけど、部屋で普通に鏡で見て取りたい派なので、こういう水っぽいメイク落としが好きなので、また詰め替え用を買ってきました。こういうウォータークレンジングでおすすめあったらぜひ教えてほしいなと思います。続いてこちらになります。こちらのポンズエイジビューティークリームクレンジングというものを買いました。なんか最近肌の調子がすごく悪くって、もう2週間ぶりぐらいとかに今日メイクしてるんですけど、こちらは洗い流すタイプ、張りのあるふっくら弾む肌へというもので、これはクリームクレンジングっていうもので、乾いた手にのせてマッサージするようにメイクをなじませますということで、これはお風呂で使うタイプなんですけど、コットンで拭き取るよりもお風呂でこう優しくマッサージして流す方が今の私の肌には合うのかなって思ったので、やっぱ肌のことを一番よく考えてお風呂で落とす用買いました。本当はお風呂で落とすの好きじゃないんですけど、ちょっとね買ってみました。で、これは普通の値段よりもなんかたまたま安くなってて、いつもよりもすごくお安い値段で買えました。これは結構たくさん入ってるので持つかなって思うんですけど、ちょっとまたよかったらお話ししたいと思います。はい、続いてこちらですね。これはスプレーボトルを購入しました。これは化粧水コロニって書いてあるんですけど、私よく香水つけてるんですかって聞かれるんですけど、コロンを持ち歩いていて、いつもシュッてたまにするんですけど、なんかこの間100均に売ってるもので使って落としちゃって割れちゃったんですよ。なのでこれプラスチックだからいいかなと思って、こちらを購入しました。なんかピンクでちょっとバラみたいな模様になってて、なんか可愛いなと思って買ったんですけど、こういう感じのシュッシュってするタイプですね。瓶のものをそのまま持っていくと重いので、こういうのに入れようと思って買いました。プラスチックとかなんか割れないものが私には向いてるみたいなので、なんかよく割ったり落としたりとかする方はこういうプラスチックいいと思います。はい、続いてアットコスメストア久しぶりに行ったので購入品紹介していきます。まずはこちらです。アリエクストラ UV パーフェクト日焼け止め乳液になります。これはこうクリームのものじゃなくて、サラサラミルクっていう乳液みたいな、こう振って使う感じのタイプなんですけど、ダブルプルーフっていうもので、ウォータープルーフよりもさらに落ちにくいスーパーウォータープルーフっていうことなので、本当にもうプールとか海とかそういうのにいいと思うんですけど、バッグとかタオルとか衣服の擦れとかで日焼け止めが落ちている事実に着目した日常の擦れや摩擦に強く落ちにくい機能らしいです。なので相当擦っても大丈夫なのかなって感じなんですけど、顔体用でプールやアウトドア長時間のレジャーとかにもいいみたいなので、部活とかスポーツやってる人とかにもいいと思う。私はあんまりこう外に出かけるって言っても結構お店の中とか
であんまり太陽の下にいることはないんですけど、日焼けするのがすごく嫌なので、ちょっといつものやつと違うの買ってみようかなと思って今回買いました。インスタのストーリーでみんな何の日焼け止め使ってるって募集したら、これって答えてる人も多かったし、あとビオレとかニベアとかいろいろ答えてくれたんですけど、いつもはスキンエクアのトーンアップ UV エッセンスを使ってたんですけど、ちょっとね今回これを買ってみました。いろいろ使ってみようかなと思ったので、これは SPF50PA4+ です。最近北海道でも30度超えとかで、もう夕方でもね28度とかなんですよ。考えられないっていうぐらい暑くって、まあそれが結構東京とかでは普通だと思うんですけど、北海道民からしてみればもうめちゃくちゃ暑くてちょっと耐えられないので、こういうねSPF50PA4+ っていうのはめちゃめちゃいいということで買いました。いつも使ってる日焼け止め900円ぐらいなんですけど、これ2100円なんですよ。結構高いなって思ったんですけど、でもやっぱ大事じゃないですか、やっぱり。なのでそういうものにはちょっとお金かけてもいいかなって思ったので、ちょっとこれはねちょっと開けてみたいと思います。はい、こんな感じです。上下によく振ってからお使いくださいということなので、結構カシャカシャいう感じですね。はい、出してみます。はい、こんな感じですね。結構サラサラしてます。で伸ばすとこんな感じ。あ、すごい伸びいい。いつもクリーム状の使ってたからかもしれないんですけど、こういうのってすごい伸びがいいですね。クリームタイプってムラになるので自分の手でしっかり伸ばさなきゃいけないんですけど、これは結構すぐ馴染んでくれるのでいいなと思いました。ちょっと今後使ってみたいと思います。はい、続いてこちらを買ってみました。エテュセのオイルブロックベースになります。こちらちょっとねすごい人気なのは知ってたんですけど、今まで買ってこなくって、でも最近夏ですごい北海道も暑いし、鼻とかおでこの T ゾーンとかがやっぱどうしてもね汗かいてテカってくるんですけど、これはテカリとか毛穴とかを修正する修正液なんですけど、なんかこれを下地としてこう塗るみたいで、こちらは T ゾーンとかあと鼻のところとか、とにかく自分が気になる部分に塗って使うらしいですね。普通の下地とは別に部分的に塗るものなんですけど、すごく人気なのでちょっと私も買ってみようと思って買いました。ちょっとねやっぱり自分で使ってみないとこういうものってどうしてもわかんないので、まだちょっとねすごいおすすめですとかは言えないんですけど、本当にいいものだけを皆さんに動画で喋りたいと思ってるので、また使ってどうだったかはまた別の動画でお話ししますね。はい、で最後に購入したのがこちらになります。お米パックになります。これ私この普通のね顔につけるパックは買ったことあるんですけど、今回のこちらのパックはお風呂上がりに使うタイプじゃなくって洗い流すタイプなので、お風呂とかで使うものになります。まあ、普通に洗面所でもいいと思うんですけど、毛穴なし子っていうねシリーズなんですけど、毛穴がなくなる、そして毛穴がキュッとするっていうものです。炊きたてのお米みたいなふっくら持ち肌になるということで、ちょっと私最近インスタとかには載せてたんですけど、すごいニキビができちゃって、で皮膚科に行ったんですよ。で皮膚科に行ってでニキビの薬をもらったんですけど、それを塗ったらまさかのその薬が私の肌には強すぎて副作用で顔が赤くなっちゃったんですね。でまた皮膚科に行ったら次は赤みを抑える薬を出すのでそれを塗ってくださいって言われて、で最近治ってきてやっとメイクできるようになったんですけど、これは 100% 国産のお米を使っているみたいで、やっぱりスキンケアとか自分の肌に合ったものじゃないと本当にダメなので、意外とコスメでこう肌荒れたことってあんまなかったんですけど、そういうねまさかニキビで荒れて行ったのに今度は顔が赤くなってしまうっていう、結構ねなんていうのかな、ほてってるみたいな顔になっちゃってショックだったので、前使ってみたパックが肌には悪くなかったので、洗い流すパックってどうなんだろうなと思ったので買ってみました。こうパックになってるものは10枚入って600円700円ぐらいで結構コスパはいいんですけど、これは1250円なんですね。ちょっとちっちゃいのでどうなのかなって感じなんですけど、こう評判もいいのかなと思うので、じゃあこれはまた使ってみようかなと思います。はい、というわけで今回は
いろいろ購入したものを紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。気になるものがあった、買ってみたいなって思うものがあった方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。なんかこれ絶対買った方がいいよとかいうおすすめのものがあったらぜひコメント欄で教えてください。そして使ってみた感想とかはいつもインスタとか載せたり、あと書いたりとかしているので、ぜひインスタのフォローも待ってます。